こんにちは。今日はこちらのイーオンオンからリリースされております 2D のディスプレイオーディオのご紹介を今日はいたします。こちらの 2D は以前の 1D よりもより一層ポピュラーなモデルになります。少し年式が古い車のオーディオのアップデートには非常に最適な機能が満載されておりますので、ご検討の方はぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。まずこちらの商品の構成についてをお伝えをしていきたいと思います。こちら、これがパッケージになっております。こういったパッケージで送られてくるということになります。で、今回私はバックカメラもつけたいなと思っていたので、こちらのバックカメラ、これはオプション品になっているんですけれども、今回この 2D の E-ON-ON の、これは専用のバックカメラになっております。こちらの方は私自身取り寄せて取り付けを行っています。あとはこういった取説が付属されておりまして、もう完全に日本語のものになっております。かつ、ここの商社さん自体も、埼玉県の越谷にあるんですけれども、マックスウィンと同じように、しっかりと会社を構えているお店になっておりますので、購入後も安心して何かトラブルがあっても、すぐに対応していただけるような、そういったアフターサービスなんかも万全になっております。もちろんリアカメラもこういった取説、日本語の取説ついておりますので、簡単に取り付けをするということが可能になります。はい、次にですね、機能の特徴についてをご紹介をしていきたいと思います。このフィットには、パイオニアの 2D のオーディオがついてたんですけれども、それで使っている枠がこの枠になるんですが、さらに、この E-ON-ON には付属の枠というのがあって、このディスプレイオーディオとこの間のところ、ここのところにも枠があるんですけれども、隙間なくはめることができると、いうところが一つ大きな特徴になります。それによって、これも使って私も思ったんですけれども、全くこう中国製っていうなんか安っぽさ、そういったものが全くなくて、これを使う前にパイオニアのオーディオがついてたんですけれども、元に戻そうかなって正直思っておりました。ですけれども、これもう元に戻す必要っていうのがもう全くなくて、もうこれをそのままもう使っていこうということで、この見た目も非常に安っぽさがないですし、後ほどご紹介しますが、使ってみても非常にこちら優れた機能がありますので、そこがまずこの見た目的なところも含めて、この枠自体、7インチの枠になってるんですが、隙間のないフィッティングが可能になっていて、質感の高い外観を提供してくれる。そこがまず一つ特徴になります。で、二つ目はすごく重要なところなんですけれども、カープレイ、Android Auto が対応になっているということになります。で、カープレイはもうここのホーム画面見ていただくと、このようにいろんなことがバッと書いてあるんですけれども、これを見ながらやるのはすごくめんどくさいので、動画で一発でお伝えしていこうと思います。で、まず、どのようにやるかというと、携帯がもちろんなければ、カープレイは使えないんですけれども、で、まずエンジンをかけていきます。で、このように、E-ON-ON という画面が出てきます。で、今、ローディング起動中になります。で、今もう再生してるんですけれども、この状態からホームボタンを押します。こういう感じで、少しつながるのに、きっかけが必要になります。で、携帯で、Bluetooth につなげて、Amazon Music とかを、つなげて、聞いていれば、自動的にこういうふうにつながるようにはなるんですけれども、はい、もう2回目は、パッと、カープレイに切り替わってくれるんで、一回、きっかけを与えてあげれば、カープレイにすぐ
切り替わってくれるので、まあ問題なく無線でカープレイを使うということが可能です。このフィットは2013年式だったと思うんですが、確か16年式以前ですとカープレイが使えない車が多かったり、まあもちろん16年以降の車でもカープレイが使えない、エントリーナビとかは使えないものもあったりするんですが、これはしっかりとカープレイが使えますんで、自分がいつも聴いている曲もすぐに聴くということが可能であるというところが大きな特徴になります。3つ目は動画を見ることが可能になります。そのやり方もお伝えしていこうと思うんですが、このホーム、カーホームっていうのを押すと、このホーム画面に戻ります。で、まずこちらはホーム、設定、携帯、スマートフォン、で、ここの iPhone デバイスで iOS ミラーという、こちらを選びます。で、この状態で、こちら、ケーブルをつなぎます。で、USB 端子がありますので、これをつなぐと。で、これでなかなか見れない場合は、一度、手間なんですけれども、エンジンをストップして、電源をオフにします。で、もう一度電源入れます。はい、そうしますと、このように、はい、少し時間かかったんですけれども、このように、ミラーリング、こうして、例えば YouTube といった動画を見るということも可能になります。こういう感じで見ることも可能ということで、まあ動画を見るということも可能になるということです。まあこれによって車のスピーカーで、まあ動画を楽しむことができるというのが EON のミラーリングの特徴になります。ちなみに私、Android しかミラーリングができないのかなと思ってたんですが、このようにケーブルを抜いても iPhone でもちゃんとミラーリングができます。もう一度見てみたいと思うんですが、はい、このように無線でもしっかりとミラーリングが、まあ、できるということになりますので、まあ、こちらちょっとご訂正いただければと思います。で、次4番目なんですが、4番目はこちら。ワイド FM 対応ということになるんですけれども、こちらのラジオになります。で、よくありがちなのが、こういった中国製メーカーの AV 機器って、ラジオが使えないものがあったりします。私も 1D のディスプレイオーディオを買って、フェラーリにつけてるんですけれども、ラジオが使えません。周波数帯が全く海外と日本では違うんですけれども、この EONON の 2D のディスプレイオーディオは、ラジオをもちろん聞くということも可能ですし、まあ、このように選曲することもできるし、AM に切り替えることももちろん可能になっておりますんで、このような形です。ラジオを聞くということも可能なものになっています。で、5つ目なんですが、5つ目はこちらのディスプレイオーディオ自体は非常にコンパクトになってまして、まあ、通常のCD とか DVD とかついているこの 2D のデッキって少し奥行きがあって深いものになっていたりします。どこの話をしているかと言いますと、ここのところです。ここの奥行きが CD とか DVD とかこれまでの 2D のオーディオってかなり奥が深くなってます。でもこれ自体は非常に奥もコンパクトになってまして、まあ、取り付けも非常に簡単であると、まあ、いうことになります。次に特徴的なのが、こちらになります。バックカメラ。で、これ今、後ろ映ってない状態なんですけれども、このように、セレクターをリバースに切り替えると、はい、このような形で、バックモニターとして使うことも可能であると、まあ、いうことになります。まあ、パイオニアであるとか、純正のオーディオには当たり前のようについている機能ではあるんですけれども、なかなかこういったアフターもので、こうバックカメラが使える機能っていうのは、
まあ、結構少ないんじゃないかなと思いますし、これ見ていただいてもかなり綺麗にくっきりと高画質で高精細に映ってるっていうのがお分かりいただけるんではないかなと思います。これだけ広々としてますんで、距離感も非常につかみやすいですし、まあ、バックしている時も止まってる車の接触も、まあ、未然に防げると、まあ、いった非常に使いやすいバックカメラになっているというのが特徴になります。はい、それから次なんですが、 QLED 液晶モニターということで高精細な映像になっているということになります。もう一度カープレイを見てみたいと思うんですけれども、先ほどミラーリングにしていたのでもう一度切り替える必要というのがあるんですが、こちらです、はい、でもちろんカープレイもこの有線で見ることも可能になります。まあ、有線の方が場合によっては反応速度としては速くなるんで、こうやって接続した瞬間につながってくれる、非常に素早くつながってくれるというのが、まあ、有線で使う場合ですともうすぐにパッとつながってくれるんで、無線の場合はちょっとコツが必要になるんですが、有線の場合はもうすぐつながってくれるので非常に使いやすくなっています。まあ、こう見ていただくと非常にこの画面自体も高画質で高精細になっているっていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。やっぱ地図なんかもそうなんですが、こういった感じで非常に綺麗なくっきりと映ってくれているのがお分かりいただけるんではないかと思います。最後なんですけれども、こういった 2D のオーディオではない機能なんですが、こちらになります。 USB の急速充電がついています。これは 1.5 アンペアになります。まあ、通常ですと1アンペアのものが多かったりすると思うんですけれども、まあ、1.5 アンペアということなので少し電流値が高いものになっているので、まあ、急速充電として使うことができると、まあ、これはもう急速充電のみになります。はい、ってことで今回はこちらの EONON 7インチのディスプレイオーディオのご紹介をさせていただきました。今回目玉となる機能を、まあ、ご紹介をさせていただいたんですけれども、やっぱり一番重要なところというのは、まあ、カープレイが快適に使えるかどうかというところになろうかと思います。まあ、そういった意味では巷で流行っているような AI ボックスを使わなくてもカープレイはもちろん見れてしまいますし、先ほどご紹介した通りなんですけれども、こちらミラーリンク、こちらを、まあ、切り替えにはなるんですけれども、切り替えることによって、まあ、動画もこのディスプレイオーディオ上で、まあ、見ることができると、まあ、いうことになりますので、特に高価な AI ボックス等も使わなくても、まあ、十分使えるディスプレイオーディオになっていると、まあ、いうところがすごく私自身もこれを使わせていただいていいなと思いました。何よりこの EONON、 もちろんこれ中国メーカーのものだとは思うんですけれども、ですがもう以前の中国製イコールすぐ壊れるイコール質感が低くて使えないといった、そういった概念とはもう全く違う非常にクオリティの高い 2D のディスプレイオーディオ、少し年式の古い車でオーディオのアップデートをしたいということをお考えの方は非常にお勧めできるこのオーディオかと思いますので、ぜひ興味のある方は概要欄に詳細を載せておりますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。はい、ということで今回はこちらの EONON の X20J ディスプレイオーディオのご紹介をいたしました。当チャンネルではこういった新しいカー用品のレビューを行っておりますので、最新の情報をチェックしたいと思われている方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。